こちらは1988年に行われた成人式の様子。60年もの間、数多くの催しが行われ、人々の記憶を彩ってきました。日本を代表する建築家、佐藤健雄が設計を手掛け、1963年に完成した岡山市民会館。およそ1700人を収容できる大ホールは、大きくせり出した2階の最前列が特等席です。音響とデザインにこだわったデコボコの壁は、職人が手作業で仕上げたものだといいます。そしてホワイエには存在感のあるレリーフや、外光によって表情を変えるモザイクガラスなど粋な工夫が。ホール以外にも10の会議室を備えていて、かつては結婚式場としても使われていたそうです。数えきれない人々に親しまれてきた岡山市民会館ですが、老朽化などのため31日に閉館を迎えます。ステージに立ったことがある方もおられるでしょうし、見に来られた方もおられるでしょうし、最後ですね、ぜひ思い出として、見に来ていただいたり、また聞きに来ていただければ、我々としては非常に嬉しいなというふうに思います。岡山市民会館では今年度さまざまな記念事業を行っていて、今月16日と17日にはミュージカル夢の降る街が上演されます。昭和初期の東京浅草で歌やダンスを披露する小さな劇場を舞台に繰り広げられる物語です。本番に向けて総勢62人のキャストが去年10月から週に3回練習に励んでいます。岡山市民会館で作品を見てミュージカルの道に進もうと自分の進路を決めたメンバーもいるので、そういった意味でみんなの人生が詰まった場所っていうのが岡山市民会館かなという感じで思います。舞台に生きる人たち、劇場を愛する人たちが集ったお話なので、もう市民会館のためにあるような夢の降る街という作品ですね。はい、60年、まあ、私も何度か行ったことありますけれども、はい、本当にね、いい建物、いいホールでね、ちょっと残念だなという気持ちもやっぱりありますよね。そうですよね、私も岡山市生まれなので、はい、子供の頃からずっと見てきた建物で、はい、小学校の授業などでもよく行ったんですけれども、はい、本当に姿を消すのは寂しいんですが、はい、多くの人の心にぜひ残ってほしいなと感じます。はい、ミュージカル夢の降る街は今月16日と17日に上演されます。お問い合わせはご覧の番号までお願いします。